はい、皆さんこんにちは。ひなです。さかです。キブログです。はい、ということで今日はね、リオデジャネイロにあるコルコバードの丘っていうね、有名な神社っす。そうそうそう、リオオリンピックとかで毎回ね、オープニングとかで流れてたキリスト教の像が丘の上から街を見守っているっていう場所に行きます。そうで、行き方がまあいくつかあるんだけど、私たちは一番高くて一番可愛いです。行き方でなんかトロッコ電車みたいなやつで山を登っていきます。めっちゃ可愛い。でなんかね、他にもバスで行ったりする方法もあるんだけど、ただ景色が良くて、まあ、観光チックな行き方になります。でももう昔からこの電車を使ってるから、そうそうそう、歴史はね長い。というわけで今ね、周り見ていただければ分かりますが、その電車の駅にやってきました。あとね15分ぐらいで電車が出発するらしくて、まあ一応ね30分おきぐらいでね出発します。何やってますか？ゲーム。ハリーポッターのゲームやってます。あれ待たなきゃいけないから。最近ね、レナがハリーポッターのゲームをダウンロードして、なんかポケモン GO みたいなマップ使ってやるやつで。全部いい。ハリーポッターはポケモンより。ずーっとそのゲームやってる。もう俺はねゲームとか大嫌いだから全く理解ができないんだけど、まあはい。というわけで電車待って、とりあえずね丘上がっていきたいと思います。行きましょう。意外と電車は広い。はい、ちょうど今ね電車で上がってきました。丘の上まで階段登って展望台まで行く感じかな。ちなみにね、電車の運賃プラスこの丘の入場料でだいたい日本円で2200円ぐらいです。高いです。で一応ねローシーズン価格とハイシーズン価格っていうのがあるんだけど、週末に関してはねいつもハイシーズン価格です。で今日日曜日なんでハイシーズン価格で2200円払ってます。ってなわけで、おおキリスト教の像が見えます。背中から見える。はい、今ね階段登ってきました。疲れた。ちなみにね、ここの展望台標高ね710メートルなので、本当にね街、リオデジャネイロの街が一望できますね。でこの後ろに見えてるキリスト教の像、それが高さ40メートル、幅30メートル、重さ625トン。めっちゃ重たいっす。石の塊なのでめちゃめちゃ重たい。で1931年に完成したらしいです。1931年、ブラジル独立100周年を記念して作ったそうです。1822年がねブラジル独立なんですけど、なので1922年に作り始めて31年に完成したっていうキリスト教の像です。うわすごっ。まずは景色に行きます。めっちゃ綺麗。ちなみになんでこのキリスト教の像がね建てられたかっていうと、ブラジルはクリスチャンの人口が8割以上です。なので、まあ、キリスト教の国って言っていいのかな、まあ、街をね見渡して守るように作ったと言われてます。それにしてもめちゃめちゃ景色いいね。すごいよ本当に。ちなみにね、あそこの奥に見えるのが昨日行ったコパカバーナビーチです。その奥には貿易船があるね。でかいね。まあ、世界有数の港町だからね、リオは。キリスト教の像マジででかい。ただ逆光。逆光じゃないキリスト教の像を見たい人はね、朝方がいいらしいです。起きれる人なら。僕らは無理らしい。僕らじゃねえぞ。私は7時に起きた。タカが12時に起きた。コルコバードのキリスト教は2012年に世界遺産に登録されたらしいです。で中実は150人ぐらいが入れる礼拝堂があるらしいね。キリスト教の信者のために作られた礼拝堂。カメラだと映んないんだけど、すごい見ると肩からこの手のこの端っこにかけて柵みたいのがあって、もしかしたら歩けるのかな、ちょっとわかんないけど、でもあんなとこ歩いたらやばいよね。一般の人は歩けない。めちゃめちゃ暑い。多分今30度超えてると思う。超えてると思う。めちゃめちゃ暑いです。はい、もうちょっと景色楽しんでから降りますか。それにしてもでけえわ。ちょうど今街中に空港があって、あそこに今飛行機が飛んでて、多分もう少しでランディングすると思う。ランディング成功しましたね。おめでとうございます。子供がいると写真を撮るのも大変だね。微笑ましい。いた、怒られた。ちなみにさっきからね、このキリスト教の像の周りをヘリコプターがね何台も回ってぐるぐる回ってます。なのでもしかしたらヘリコプターに乗ったね、そういうアクティビティもあるのかもしれない。僕たちちょっと調べてないからわかんないですけど、お金がないから、まあ、あれに乗って見るのも綺麗だと思うよね。お金があるね。残念。お金がある方はね調べてみてください。めっちゃ柔らかいやん。みんないろいろ工夫して写真撮ってますね。またね、電車に乗って丘を降りていきたいと思います。一応こういう感じでね、後ろにカフェとか、こっちにはお土産売り場とか、まあいろんな売店があります。行くぞ。はい、ということで今町まで降りてきました。はい、今マックで夜ご飯買って家帰ります。てなわけでね、今日は実は南米最終日です。でね、明日飛行機に乗ってドイツに行きます。今まで皆さんにはね行ってなかったですけど、2週間ぐらいドイツに行って、レナの両親とねゆっくり過ごして、友達に会ってゆっくりして結婚の挨拶もしてとか、ドイツの結婚のしきたりがよく分かってないですけど、プロポーズする前にすべきことだった。やばい、家に入れてくれないかもしれないね。私それ本当にプロポーズする前に両親に挨拶するの？マジでそれは日本とはちょっと違う文化ですね。まあ知らなかったとはいえ、怒ってるかな。もちろん。まあいいや、まあいいや、まあいいや。まあレナのね卒業した大学に行ったり、友達に会いになんか街に行ったり、ミュンヘンも見に行ったり、いろいろ予定はパンパンなので、動画もね何個か作っていけたらなと思います。でドイツが2週間ぐらい終わると、最後ねウクライナに行って中国に寄って日本に帰国です。なのでまだ世界一周は終わってないので、旅の3週間で日本に入ります。そうだね、ちょうど今から3週間ぐらいで日本です。ようやく日本です。なのでね、ここからドイツ、ウクライナ、中国、まだ3カ国に行くのでね、引き続き僕らの旅の様子をね見守っていてください。最後気抜くとね、ひったくりとかね、ヨーロッパドイツでスリとかに会うとねシャレにならないので、これはやばい。最後まで気を抜かず、安全にね日本まで帰りたいと思います。そうだね。というわけでね、次の動画は多分ドイツになると思うので、ドイツからまた会いましょう。バイバイ。もしこの動画良かったと思ったらいいねボタンよろしくお願いします。そんな長く喋るかと思ってました。バイバイ。今ね、ドイツのミュンヘンにやってまいりました。ちなみにここのミュンヘンのセントラルステーション、めちゃめちゃでかい。レナの大学時代からのお友達のお家にね、今日から3日間バニラアイスにいちごソースと